一体どこなんだここは。いる。確かにご飯の気を感じっぞ。どこだ？いいぞ。お、お、お父さん、なんでおめえその格好。ありゃ、海王神様。それに死んじまったはずのなんとか女さんも。お父さんこそなんでここへ。ああ、そうですか。魔人ブーはそんなに地球をめちゃくちゃに。それにしてもそいつがさっき話してた伝説の剣か。すんげえ切れ味なんだろうな。そのZソードっちゅうの。そうだ、宇宙で一番硬いと言われる金属、カッチンコで試してみましょうよ。ははは、きっと豆腐みたいにスパスパ切れますよ、この Z ソードなのね。いきますよ。イエーイ。神様が勝てんで試してみろっちゅうから。だって手にしたものは世界一の力を持つことができると。
いますよだ。あれ、なんだあの字。わしゃよ、おめえのよ、15代前のよ、海王神なんだな、これが。15代前の海王神様。昔わしの恐ろしい能力にビビった強くて悪いやつにあの剣に封じ込められてたんだな。これが本当にそんなすげえ能力持ってそうなじいちゃんには見えねえよな。え、まあふーんだ。だったらもう能力のことは教えてやらないよだ。え、冗談だってば。せーん、もう知らんもんね。そのうち本物の女のおっぱいや尻触らしてやっからさ、教えてくれよ。ほんとか。ほんとだな。あ、ばっちりさ。やっぱ亀仙人のじっちゃんと同じタイプだ。そんでさ、その能力なら魔人ブーに勝てるんか。まあ絶対とは言えんがよ、いけると思うな。おーしごわん、おらもう下界にはいけねえからさ、おめえブルマンに事情言って頼んでくれ。え、僕がブルマさんにそんなこと頼むんですか。尻やおっぱい触らせるだけで宇宙救えんだぜ。宇宙は救えても僕がブルマさんに殺されそうだ。そんでその能力ってのはどんなの。わしゃよ、隠された力をよ限界以上に引き出すことができるんだな。聞いたことあるか、こんな能力。なんだよ、割とよく聞く能力じゃねえか。何を言うか、限界以上なんだぞ、以上。おい、あの剣を抜いたのはそこのお前だったよな。ちょっと来い。よし、そこに立って、あまり動いちゃいかんぞ。はい。では行くぞ、魔人ブーを倒してこい。ふん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 。パワーアップに20時間だ。え、おら、ちょっと昼寝してくるわ。頑張れよ、ごはん。そんな。修行を開始してから1日余りの時間が過ぎようとしていた。よし、いいぞ。もうほとんど完璧だ。ではそろそろできるか試してみてもよかろう。よし、二人の気をピタリ同じにしろ。はい。いいぞ、始めろ。フュージョン！はー！世界崩壊のカウン、魔人ブーの凶悪変化。中期の嵐じゃ。いや、やりよったわい、成功じゃ。
よっ、よし、ひとまずはうまくいったぞ。30分後にはいよいよスーパーサイヤ人で成功させるんだ。へへへ、俺を甘く見てないか。魔人ブーを倒すぐらいこのままで十分だぜ。貴様は魔人ブーの恐ろしさを何も分かっていない。まだその程度では絶対に勝てるわけがなかろう。高ビーなやつだけど大丈夫か。たった1日余りの魔人ブーの攻撃で、この地球の人々や町はなんとすでに8割ほどもが消滅させられてしまっていた。ブーは人々を粘土に変えて自らの家を作り、そこを拠点に次々と気ままに町を壊滅させていく。この間、地球側もただ黙って見ていたわけではなく、一応軍隊も何度か出動したのであるが、やはり全く歯が立たず、ことごとく壊滅に瀕し、今はもうすでに無駄と知り、向かっていく者すらいなくなってしまった。だが残された人々は完全に絶望しているわけではなかった。救世主がまだ生き残っていることを知っていたからである。あのセルをも圧倒した世界一、いや宇宙一の戦士、そう不敗神話を誇る最強の戦士、ミスター・サタンがついに動き始めたのである。あれが魔人ブーの家か。いるのかな魔人ブー。いないのかな。いないぜ。おじけづいたか魔人ブー。しょうがないな、いないんじゃな、戦えないもんな、帰るしかないか。カカ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 、ヤッホー。こんにちは。はじめまして。お前どんなお菓子になって食われたいか。いやちょっとお待ちください。私は家来になりに来たんですよ。お前俺の家来になりたいのか。それはもちろん。魔人ブー様に素敵なプレゼントがあるんですよ。ほら、高級チョコレートですよ。どうぞ。チョコか。高級ってなんだ。とっても値段がお高くて美味しいってことですよ。ドキドキ。食べたぞバカめ。そのチョコには猛毒がたっぷり入っているんだ。うまいな。え、人間のチョコよりうまいぞ。そうすか。お前面白いやつだな。家来にしてやる。え、どうもありがとうございます。いい気になるなよこのデブ。今に覚えてろ。ギッタギタにぶっ飛ばしてやるぜ。こうして魔人ブーのご機嫌を取りつつ、命を狙っては失敗を繰り返す魔人ブーとミスター・サタンとの奇妙な生活が始まった。それから数日後、
お帰りなさいませ。まだ食事を作っている途中でして。どうしたんですか、その犬。こいつビビらない、逃げないのだ。なんでか聞いても言葉がわからない。お前わかるか。ああ、言葉はわかりませんけど、そいつ足を怪我してるみたいじゃないですか。それで逃げないんですよ。え、なんだそうか。怪我を治してやるからビビって逃げろ。あ、それ逃げろ。うん、なんだこいつ、逃げない。怪我治ったのに。あはは、そいつ喜んでるんですよ、助けてもらったから。ブーさん気に入られちゃったんですよ。こいつ好きなのか、俺のこと。そうですよ、好き好き。お前と一緒だ、お前も俺が好き。え、あ、ええ、そうです。ちょっと嬉しい。嬉しそうだな、こいつ。あの魔人ブー様、一つお聞きしてもいいですか。なんで人間を殺したり家を壊したりするんですか。そうやって遊ぶって言ってた、ビビディもバビディも。誰でしたっけそれ。俺を作った嫌な奴たち。そんな嫌な奴の言ったことを聞いちゃいけませんよ。ダメですよ、やっぱし殺したり壊したりしちゃ。お前はやっちゃいけないと思うか。まあじゃあやめた。え、もう誰も殺さないの。うん、どこも壊さない。うん、やったぞ。やっぱり俺は英雄だ。ここは坊ちゃん、この辺りですよ。魔人ブーの家が。なんだ、びくついているのか。どうってことないって言ってるだろう。第一、強盗に殺人に散々暴れ回ってきた後だろうが。それはそうですが、相手は魔人ですし。いいか、世界中の人間がブーに殺されてるんだ。俺たちがやった殺しもブーがやったと思うさ。とっとと行くぞ。なんでヒーローのミスターサタンが魔人ブーと一緒にいるんですかね。ふん、そんなの知ったことか。まとめてぶっ殺してやるさ。俺たちが新しいヒーローだぜ。サタン。クソ、ブーは外したか。信じられん。助かった。サンキュー。ギギギギ。え、どうかしたんですか。逃げろ、犬と遠くに死ぬぞ。
え、死ぬ？どういうことですか？早くしろ！はい！何なんだ？魔人ブーの強い怒りによって内に持っていた邪悪な部分が大きく膨れ上がり、もう一人の魔人ブーとなって飛び出した。つまり純粋悪の魔人ブーと無邪気な魔人ブーに分かれてしまったのである。元祖魔人ブーに勝ち目はなかった。分離した時、力の大半を悪の方に持っていかれたからである。チョコにしてやる。また変なのになった。どうなってるんだ。あいつまだ覚えて。フュージョンの修行が大詰めとなった中、ピッコロとデンデは魔人ブーたちのこれまでのやり取りを見守っていた。なんてことだ。おい、どうしたんだピッコロ。気づかんか、魔人ブーの気の変化に。え？奴は変化してしまったぞ。バカな地球人のせいで純粋な悪となり、体もより戦闘向きなものとなって。しまった。今度の魔人ブーは俺たちの木を見つけられるぞ。出せ。え？出せ。出せ。一体何を出せというのだ。俺と戦うやつ出せ。戦うと約束したぞ。ここにいるはずだ。大きなパワーここにあることを分かった。確かにここにいる。だが今は眠っているんだ。お前との戦いに備えてな。起こせ。俺待つの嫌い。いや、燃えん。ドラゴンボールで必ず生き返らせる。残った人間たちよ、すまんが時間稼ぎをさせてくれ。そうだ。お前は地球人を皆殺しにするって言ってたじゃないか。まだ地球上には随分生き残っているぞ。戦うのはその後でもいいじゃないか。